下妻高博は山形県酒田市出身のプロ野球選手と右打ち、東北楽天ゴールデンイーグルス所属。小学校3年生から野球を始めると、松山中学校では軟式野球部に所属しつつ、酒田ハーバーベースボールクラブで公式野球も経験した。酒田南高校では1年生の春から正捕手を務める。3年の夏には、 甲子園に初出場、大会の選手宣誓を行った。試合は、初戦で、明徳義塾高校に敗れる。2012年のプロ野球ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから4巡目で指名。契約金3500万円、年俸600万円という条件で入団した。背番号は、39。2013年、 イースタンリーグ公式戦28試合の出場で本塁打を放てなかったものの打率1691打点を記録6月2日に地元山形県の鶴岡ドリームスタジアムで開催された埼玉西武ライオンズ戦では同期入団森雄大とバッテリーを組んで出場公式戦初めての先発起用となったで打撃では無安打に終わったが 三盗塁差しを記録した。また、7月18日に、秋田小町スタジアムで開かれた、フレッシュオールスターゲームには、イースタンリーグ選抜のメンバーとして、途中から出場すると、2打数にあん1打点に得点を記録した。2014年、イースタンリーグ公式戦では、59試合の出場で、1本塁打、19打点、打率、241を記録。 松井祐希が先発で6回まで投げた試合で15、脱三振を引き出したほか、古川優里を公式戦でのプロ初勝利、初完封に導いた。8月30日に、プロイリアと初の出場選手登録を果たすと、9月10日の、対オリックスバファローズ戦の9回表に、高卒新人投手、紺野竜太とのバッテリーで1軍デビュー。紺野を1アンダム失点に導いたが、 一軍公式戦への出場機会はこの一イニングだけにとどまった。2015年、一軍の保守陣から島本弘や石峰忠が相次いで故障に見舞われたことを背景に、6月16日にシーズン初の出場選手登録。6月24日に地元、山形県の省内銀行、日清製薬スタジアム山形で開かれたオリックス戦で、 シーズン初の一軍公式戦出場を果たした。一軍公式戦では通算4試合に出場。7月9日の対福岡ソフトバンクホークス戦で本田雄一と柳田雄貴から盗塁ザしを記録したものの前年に続いて打席に立つ機会はなかった。イースタンリーグ公式戦にはチームの保守で最も多い66試合に出場。打率 169ながら3本類打、19打点を記録した。2016年一軍公式戦への出場機会はなく42試合に出場したイースタンリーグ公式戦でも打率205-0本類打、7打点という成績に終わった。オフの10月12日に第1回 WBSCU-23 ワールドカップの日本代表に選出された。 同大会で優勝を果たした。2017年5月4日のオリックス戦で2年ぶりの一軍出場を果たし、これがプロ初先発出場となり、また3回裏の打席がプロ初打席となった。10月5日のロッテ戦では佐々木選春からプロ初安打を放った。2018年春に右肩関節唇を損傷した影響で10月29日に、 支配下登録を解除され、育成選手として再契約。2019年5月31日に、ルートイン BC リーグに所属する埼玉武蔵ヒートベアーズに派遣されることが発表された。派遣期間は6月1日から6月30日。背番号は44。このシーズンのオフに、島元宏が対談したため、 外野手から保守に再転向した岡島剛義郎を除くと楽天の生え抜き保守では最古産の選手となった。2020年2月21日、支配下登録への復帰が発表された。背番号は67、年俸は550万円。8月30日に一軍登録されると9月2日の対日本ハム戦にて途中出場し、 この試合では9回表に3年ぶりとなる一軍での安打を放った。それまで聖保資格の太田光や二番手格の足立、雄一が共に故障で離脱すると出場機会を増やし、特に岸高行と滝中良太が先発時には積極的に先発起用された。9月24日の千葉ロッテマリーンズ戦では岩下大樹からプロ初本塁打を放った。2021年は 自身初の開幕一軍入りを果たす。遠藤110メートルの強権が持ち味の大型捕手。ありがとうございます。